リップ、バンザイ、着席、SKB おかげ中学の授業が、さあ始まるよー。今回はザ・サハリの BPM について軽くお話しする。みんな知ってるだろうけど初登場はザードスタイル。初登場時の BPM は134。制作ボーススタイルに、レッドオンリーとワイルドスタイルが登場。こちらの曲も BPM は134。作曲者はサハリと同じライオン武蔵。そして6スタイルでこの2曲は BPM が150になった。ここで突然話は変わるが BPM にまつわるトリビアを紹介する。まずはこれを見てほしい。左と右の BPM に注目してみるとお分かりいただけるだろう。初期の 2DX の一部楽曲は本来の BPM より1少ない値で表示されていた。要するにオソサハリとオソゲローンの本来の BPM は。ヤギに電流走る。最後にザ・サハリはなぜ速くなったのかについて、VTR を用意したのでそちらをご覧ください。ザ・サハリとゲットオンリーとワイルドスタイルの2曲が、6スタイルになってから BPM がどちらも150と上がっていますがなぜでしょうか？あれ？そうだったっけ？でも、実際クラブでかかるとき、特に古いトラックはオリジナルよりかなり速い BPM でかかることも珍しくないですよ。